こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の前後は清風無尽蔵です。清涼な風は一切の存在を包摂して尽きることがない。如来の清らかな徳や慈悲がすべての衆生を包み込んでいるという意味が込められています。今から清風無尽蔵を書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。